第56次長期滞在は、2018年6月1日に、出発したソユーズ MS-07 から始まった56回目の ISS での長期滞在である。アンドリュー・ヒューステル、オレク・アルテミエフ、リチャード・アーノールドは55次滞在から引き続いて、参加する。アレクサンダー・ゲルスとセリーノ・ナン・チャンセラー、セルゲイ・プロコピエフは2018年6月6日に、 発射されたソユーズ MS-09 に登場してきた。ジャネット e ー,ーズが56から57時滞在に参加し初のアフリカ系アメリカ人の ISS 乗組員及び15回目のアフリカ系アメリカ人による宇宙飛行を行う予定だったが2018年1月16日にセリーナをランチャンセラーに変更することが発表された。フューチャーエクスペディションズ NASA 2018年3月12日へ閲覧。Expedition 55 Mission Summary.NASA 2018年3月12日へ閲覧。Andrew J. Foystal NASA Astronaut.NASA 2018年3月12日へ閲覧。Richard R. Arnold II NASA Astronaut.NASA 2018年3月12日へ閲覧。Alexandre Garst. エサ、2018年3月12日閲覧。セレーナ、M ・エム・オーノン・チャンセラー・ナサ・アストロノート。ナサ、2018年3月12日閲覧。カレン・ロースン、ナサ・アナウンス・アップデート・クルー・アサインメンツ、フォースペース・ステーション・ミッションズ。ナサ・プレスリリース18から004、2017年1月21日、閲覧。ありがとうございます。